どうもこんにちは。関西大学24卒の西尾里奈です。私は大学1年生の頃から旬ダイアリーで動画編集のインターンをしています。この動画も多分私が編集することになると思います。去年の夏休みには丸々1ヶ月間東京に出てインターンをしながら就活をして動画にも出演しました。その時はやりたいこともなくて行きたい企業もわからなかったんですけど、先に結論を言うと私はめっちゃやりたいことが見つかって、本選考は業界最大手の1社だけ受けて合格して先日就活を終えました。今回は就活のやる気も知識も何もなかった私が心から働きたいと思う仕事に出会ってどうやって内定をいただくに至ったかという体験談をお話ししたいと思います。なんですけどその前にちょっと私の前提をお話しさせていただきたくて、私はもともとめっちゃ楽な道を選ぶ人生を歩んできたんですね。例えば大学受験もお姉ちゃんがめちゃくちゃ受験勉強しているのを見てそんなん絶対無理やって思って指定校推薦っていう道を選んだり、だから就活もなんか稲君みたいにめっちゃガチでやるのとか絶対自分無理やって思って社員訪問もしやんかったし、ウェブテストも勉強もしなかったし、ウェブテストがある企業はもうそもそも受けなかったし、サマーインターンも参加してないし、面接練習とかグルディス練習とかそういう就活生がやるであろう練習も一切何もしてこなかったです。どういうことかっていうのはこれから話させていただくんですけど、私本当に話すのが苦手なのでちょっとメモを見ながらここからは話していこうかなと思います。まず最初に就活結果なんですけど、私はウェディングフォトの会社でフォトグラファー職で合格して入社することになりました。他に受けたところとしては秋冬インターンで1社受けて、そこはノーベンで受けたウェブテストで落ちました。で早期選考では3社受けて、イエールさんは2次面接で落ちたのと、レバレージさんで2次面接まで突破、ビルグループさんで3次面接まで突破して、でこの2社はここで選考を辞退しました。で次は私の就活スケジュールの方を話していこうと思うんですけど、大学3年生の6月から自己分析を始めました。これは周りが就活始める時期やから、自分もしようかなぐらいで始めました。ここからどう変わっていったかをざっとお話ししていきます。8月にダイアリーで東京で1ヶ月対面のインターンをして動画出演をしたり、就活相談したり、模擬面接したりとか、就活イベントに参加したりとかで周りが就活が散ってた影響を受けて、もうやるぞってなって大阪に帰ってきました。この時期にはもうサマーインターンの応募は終わってたんで、秋冬インターンをポチポチと応募しました。でもこれも秋冬になった時にはもう私のモチベがもうなくなってたので結局受けずって感じです。で9月に大阪帰って就活モチベがどんどんまたなくなる。8月のやる気あった時に申し込んだ JOBTV の自己分析セミナーだけ参加して、で JOBTV の自己 PR 動画を登録して、この時期に1社応募するも全く勉強してなかったウェブテストで落ちました。10月にまたダイアリーの動画でイエールさんに会社訪問した動画があるんですけど、そこでもうめっちゃいいって思って第一志望の企業になりました。でイエールさんの選考を受けたり、その頃に君塚さんも動画でサービス登録したんですけど、そこからスカウト来た企業を11社にエントリーして説明会を受けたり早期選考を受けたりしました。でここで説明会とか選考を受けていく中でだんだん選考を進んでいくにつれて重要になってくる志望動機が私はもう本音で話せなくなっちゃってモヤモヤして、そこで進んでた選考は一旦全部辞退をしました。で就活モチベが低くなった時に一旦自分の理想の働き方とかどんな仕事がしたいみたいなのをノートに書き始めたんですね。でそこで出てきたのがフォトグラファーっていう仕事でした。もうそこでフォトグラファーやってなってからはもう就活きっぱりやめて、フォトグラファーになるための研修を受けて3月にプロデビューをしました。その後もダイアリーの妊産卒の先輩たちの卒業旅行にもカメラマンとして同行させてもらって、こういう写真とかも撮ってめっちゃ楽しかったっていう思い出もあります。で4月にカメラマンとして就職したいなって思い始めました。理由としてはやっぱプロカメラマンの仕事をする中でもっと技術を向上させたいなって思ってきちんと学べるような環境に行きたいって思ったのが理由です。そこで5月に説明会を1社受けて6月に選考に進んで内定をいただきました。ここまでのまとめとしてはスカウトサービスをいろいろ使って就活っぽいことをしてみたけどワクワクしなくて、理想をノートに書き出してやりたいことを見つけてやりたいことを頑張った結果就職したくなって就活を再開したっていう感じになります。で、この就活の経験から学んだことをお話ししていきます。私がこの経験から学んだことは、自分の理想と本音に向き合ってやりたいことをすることが大事っていうことです。自分がその11月ぐらいに理想の生き方とか理想の働き方っていうのをじゃノートに書いたんですけど、それで就活の軸は固まって、軸の1個目がチームで働けることと、大事にしたいことは仕事の内容自体が自分の興味があることで、その会社で働くことにワクワクするかどうかっていう軸です。で、そのノートに書いてた理想の働き方っていうのなんですけど、1個がいろんな場所に行けることと、いろんな人に出会えることと、自分の好きなことができるっていうこの3つで、その自分が写真を好きって気づいたのも、自己分析をしている時に自分の好きなことをなんか見つける質問みたいなのに答えていく中で、あ、写真やってパッて出てきたっていう感じで、それを書いた直後になんかインスタの広告でフォトグラファー募集みたいなのを見て、一致するって思ったのがきっかけです。で、私がその好きなことを見つけたって言ったんですけど、それは世界一優しいやりたいことの見つけ方っていう本の中にある好きなこと編のワークをして見つけました。3年の6月に自己分析をしたっていうのも、この本を1冊丸々やったのが私の自己分析方法です。で、そうやって自己分析したりノートに書いたりして、自分の理想とか本音が分かったら、もうとにかくそれに従うっていうことですね。カメラマンになりたいって思って、その気持ちのまま即行動してプロカメラマンになった経験のおかげで、こうやってフォトグラファーとして内定をいただくことができました。心からやりたいと思った仕事やったから、私は人と話すのも自分の思いを伝えるのもめっちゃ苦手なはずなのに、面接でカメラのこととか写真のことについて聞かれた時には、もうびっくりするぐらい自分でもスルスル答えることができました。だから私個人的には、面接対策とか他の就活のテクニックを身につけるよりも、自分が本当に行きたい企業かとか、本当にやりたい仕事かで、本音で志望動機を話せるかっていうことの方が大事やなって実感しました。で、私はもう面接ではとにかく笑顔で本音で話すことを頑張りました。だから私みたいになんか周りの人みたいに就活頑張れないなと思う人もおると思うんですけど、大事なのは自分がどんな企業に行きたいかとか、どんな仕事をしたいかとか、どんな風に働きたいかを知ることやと思います。なので、自分の理想とかワクワクすることを見つけることを頑張ってほしいなって思います。それで自分に合う就活スタイルで頑張ればいいと思います。はい、こんな感じで今日は私の就活の結果報告と、そこから学んだことをお話しさせていただきました。私は、他の人みたいに就活をガチったりできたわけじゃないんですけど、自分の理想とかワクワクすることを見つけれて、自分が心からやりたいって思うフォトグラファーっていう仕事に出会えて本当に良かったなって思います。こんな風に喋ってるけど、本当に自分のやりたいこともないって、もう動画を見てくれた人は分かると思うんですけど、もう何もないし、得意なこともないし、本当に平凡な人間なんですけど、同じように思っている方の参考とか勇気になれば嬉しいなって思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機が参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。